どうも、なおちんです。さあ、今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。リッチを倒しまして、リッチの杖かな?そういうのを手に入れました。で、次入手したいのが、地図。地図ですよ。これね、一番最初に入手しなきゃいけなかったっぽいんだけども、作り方がわからなくて、コメントもらいました。簡単だったね。紙は用意できたので、あとはもう一つの素材を取りに行きましょう。そしてコメントで真っ暗すぎてちょっと見にくいということで、暗視のコマンドを入れてみました。これで見えやすいでしょ。俺もねすごく見えやすくなったんで、攻略がしやすくなった、し動画も多分すごくこっちで見やすくなったかと思います。すいません、これでやっていきます。で、中に、あ、これか、これ。これがね、どうも必要らしいのよ。オッケー。取った?あ、取ったね。で、これを、紙と合成させるのかな?あれ?何度やってもできないな。なんでだろう?違う?作り方が違う?なんかこんな感じで、見たんだけどな。地図ができません。なんでだ?いやー、わからないね、作り方が。サイトを見た感じで、カラスの羽が必要って書いてあるところもあったんだよね。なんで、あ、これ?カラスこれ?あ、これか?これだ!カラスの羽だ!いた!これで地図ができるんだな。いやー、できない。なんでだ。カラスの羽でもないの。いや、わからん。もういいや。わからん。紙全部とカラスの羽じゃないの?違うんかい?地図はまあ、後々にしてさ、ナーガがまだいるっぽいんだよね。確かこっちをまっすぐ行ったところにもう一個発見してたので、そこ行きましょう。ナーガをもう少し倒してナーガの防具をゲットしたいと思います。もうナーガは余裕だね、おそらく。行きます。あった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 、ここだな。はい、ナーガ出ておいで。あい、ちょっと食べ物食べとこう。腹減ってたらちょっとダメだしね。どうだ、ナーガ。あいつでかいから結構すぐに HP バーが出てきたんだけど、あれ、いない。ん、ここ倒したところか。ちょっと待って、倒したところかもしれないね。いない。あ、ここじゃないわ。あ、ここ、いないいない。倒してる。HP が見えたね。多分近くにいるはずなんだけど。あった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 。お、洞窟の下にあるね。でも洞窟じゃなくて、俺、炭鉱を探したいところだよね。ここだな、ナーガは。OK。行きましょう。まあ、問題なく勝てるね。うわ、なんかここ嫌な場所だな。よし。入った?よし、行くぞ。どーこだ、ナーガ。あ、いた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 。元気に動いてるね。はいはいはい。もうお前は攻略してる。よし。あ、あれあれあれ。なんかさ、あ、若干後ろに戻ったのか。はい。行くぞ。よし。もう、ノーダメでいけるんじゃない?これ。ナーガぐらい。来い。おいや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 、ピヨッ、あ、もう。若干ピヨってるかどうかが分かりづらかった。よし。行くぞ。はい。よし。よし。オッケー。お、いい感じ。これは楽勝だ。もう戦い方すら分かればね、もうなんてことないもん。よし、おお。
ほい。ちょっと待て待て待て、なんかやたらダメージ食らった。待て待て待て、ダメージなんかやたら食らったな。あっぶねえ。多分ナーガのね背中かなんかにね間違って乗っちゃった感じなんだよね。オッケー、もうさっきみたいなダメージはないよ。よし、あー何捨ててんの、何捨ててんの、剣を捨てるな。これあれだね、自分自身は動かない方が良さそうね。自分自身は動かないで視点だけを動かしていった方がガードできるわ。こういう戦い方ね。であれだな、本当に暗視を入れてよかった。すっごい見えやすい。多分動画見てくれてる方もこれ絶対見やすいと思う。もう自分でやってても真っ暗でね全然分かんなかったもんね。この暗視コマンドはこれ絶対必須だわ、この黄昏の森では。よし OK、 あと1回かな、来い。しゃあ、縦で弾くのも若干のダメージはあるからね。あーと1回か、来い。ちょっとパン食べとこう。あと一発だよ。なんか短くなってるね。あれ、おっしゃー、弾いて倒した。オッケー。でこれで鱗がまた9個、計17個になったかな。装備品が作れるんじゃない。なんかナーガのやつを装備してリッチに行けば結構楽だったっていう話なんだよね。よし、ナーガ装備作ろう。よかったー、あったわ。若干迷うね、やっぱり広いからさ迷う。これ絶対地図いるわ。地図がいる。でも作り方がわかんないんだよな。カラスの羽でもトーチベリーのやつでもなかった。いや、できないんだよね。別の素材がまた必要になるのかな。いや、わかんないわ。でナーガの鱗は何になるんだい。あ、いや、ナーガ防具ないな。作り方がわからない。どうやって作るんだ。いやー、ないよ、ナーガの防具なんて。わからん。すいません。誰かわかる人いれば、教えてください。ナーガの装備が作れない。そして、地図が、できません。多分素材はね、あると思うんだ。これで、完璧だと思うんだけど、作り方が全くわかりません。何かあれば教えてください。あら、わからん。まあ、とりあえず、ナーガ装備が作れるぐらいの素材はゲットしました。これで、ナーガ装備を作って、さらに地図を作って、で、ラビリンスかな、次は。ラビリンスに次、挑んでいきたいと思います。ちょっと自分でもちょっと考えてやってみるけども、まあ何か分かる方いれば教えてください。よろしくお願いします。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。